マイナス10キロ痩せるお茶をお伝えします。この動画をご覧いただきますと、飲むだけで脂肪を燃やすことができて、スルスルと痩せることができるお茶と、その具体的な飲み方をお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただけますと嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンク貼っております。今ご登録いただきますと、私が取り組んでおります腸活ダイエット動画4本無料でプレゼントしております。この動画もぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むだけで痩せることができるのかって、その理由なんですけれども、ポイントは腸内環境が整う、また腸に負担をかけない無添加なノンカフェインのお茶だからなんですね。ここはですね、ポイントなんですよ。痩せるためには前提として、あなたの腸内環境が整っているかどうかが、そのダイエットに成功するかしないかの分かれ道になります。なぜかというと、もうどんなに食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、あなたの腸内環境が悪い限り決して長期的に痩せることができない。そうではないと、やっぱり必ずリバウンドがですね、待っていますよということをお伝えしたいんですね。そこで、その腸に負担をかけないためには、いくら痩せるお茶だとしてもですね、添加物がたっぷりのお茶を飲んでしまっていては、もう元も子もないわけです。絶対に痩せません。そこで注意していただきたいのが、こういった化学調味料ですね。調味料かっこアミノ酸などと書いてあったり、カロリーゼロだけど甘いみたいな、こういった人工甘味料が添加されている、こういったお茶は NG です。もう必ず購入されるときは原材料をチェックしていただいて、余計なものが入ってないかなっていうのをチェックしてくださいね。結構入ってますよ。なぜかというと、やっぱり美味しくないと売れないので、いろんな工夫をね、やはりメーカーさんもするわけです。なんとか飲んでもらおう。やっぱり美味しくないと買ってもらえないわけですから、あなたの味覚をおかしくするような、まあ、要はこうまやかしのですね、こういった添加物を入れることで、飲みやすくしたり、長期的に保存が効いたり、まあそういったことになるわけです。もちろん、もう仕方がない面もあるかもしれませんが、選ぶ私たちはやっぱり賢くなる必要があるわけですよね。そこでこういったものが入っていない、しかも脂肪燃焼効果が高くって、太る原因の老廃物をどんどんデトックスしてくれるお茶があったらいいと思いませんか。そのお茶を今からあなたにお伝えしていきますね。では2つ目の項目に行きましょう。何を飲めばよいのかということで、今回あなたにお伝えするお茶はこちら、ごぼう茶とルイボスティーがセットになったブレンドティーになります。私それぞれ別動画でこのお茶は痩せる効果をお伝えしているんですけれども、なんとこのスーパーダイエット茶がですね、一緒に同時に簡単に取れてしまうという良いお茶を私ですね、見つけてしまったんですよ。最後にお伝えしますね。ただこのお伝えする前に、痩せ効果をもう一度ここでお伝えしたいと思います。もうとにかくごぼう茶はあなたの脂肪、そしてコレステロールを分解して吸収するのを抑えてくれる効果があるんですね。また太る元です。糖分、糖質の吸収も抑えてくれたり、そしてなんといっても冒頭でお伝えしました、あなたの腸内環境を整えてくれる効果もある。そしてカリウムも豊富なので、むくみが改善され、また冷え性も改善してくれますから、ここで一気にこの代謝が上がって、結果あなたは痩せ体質へともまっしぐらなわけですよね。でプラス、私も断食ファスティングを定期的にするんですけれども、ファスティング中におすすめなのがこのルイボスティーなんですね。ルイボスティーはとにかく脂肪燃焼効果が高く、また酵素も入っていますから、善玉菌、要はあなたの腸内にいる痩せ菌が増えるんですよね。そして非ヘム鉄です。要は植物性の鉄分が取れますから、特に女性の私たちにとっては、まあ、生理前であったり生理中であったり、こういった時にこの鉄分がお茶で取れるといいですよね。そして
ここもそうデトックス効果が高いお茶ですから、ぜひ日頃から飲んでいただくのも良いですし、特にあの16時間断食であったりとか、私みたいにその定期的にがっつりとファスティングしたりっていう方は、そういったその空腹時間のお茶をぜひこの今からご案内、あのご説明するですね、お茶に置き換えていただくと、さらに痩せ効果がアップして、しかも健康になりますから、ぜひご参考にしていただきたいと思います。ではお待たせいたしました。いよいよ3つ目の項目、どのようにごぼう、ルイボスティーを飲むと痩せることができるのかという具体的な飲み方について、あなたにお伝えして終わっていきたいと思います。今回私が見つけたお茶はこちらです。アジカンさんから出ている焙煎ごぼう茶ルイボスブレンド、ノンカフェインティーになるんですね。でこちらは、三角タイプのティーパックになっていて、この出やすい形になっているのと20ポイになっています。でこれがすごいのは、あの私ですね、 LINE からですね、よくご相談やコメントいただくんですけれども、まあ、YouTube もそうですが、先生ってごぼうじゃね、すごくいいの分かるんですけど、ちょっとこうアクが強くって苦手なんですよねって、何かいい飲み方ないですかっていうことでね、ご相談も受けるんですけれども、このお茶はあの製法に特許取得をされているお茶で、何かって言いますと、そのごぼうのえぐみとかアクのね、正体であるその皮の周りにあるそのポリフェノールっていうのがあるんですけれども、まあ、通常そのこういったえぐみを減らすためにこう調理するときは、よくごぼうってアク抜きしませんか？そういったのができるんですけれども、そうしてしまうと、このポリフェノール、せっかくのその痩せ効果のポリフェノールがですね、栄養とか美味しさも一緒にこう出ていってしまうんですよね。そこでこの特許を取得したこの方法っていうのが、アク抜きをしなくてもえぐみを抑えて美味しくすることに成功ってね、もう堂々とあの公言してくださってるお茶になるんですよね。なので、あの普通にそのあるごぼう茶よりも、こちらのごぼう茶の方がやっぱり飲みやすかったです。あのごぼう独特のこううっとくるね、あのえぐみとか、あのアク、こうちょっとこう分かります、こう舌に残るようなあの感じがやはりないんですよね。しかもやっぱり皮まで丸ごと使ってくださっているので、ポリフェノールまで取れてしまう。でこのポリフェノールもやっぱりダイエット効果高いんですよね、まあ、健康にもいいんですけどね。ですからやっぱりこちらのアジカンさんが特許を取得されたというこのお茶、すごくいいなと思って私も飲んでます。でプラスこのルイボスティーというのも有名ですよね。南アフリカのお茶になるんですけれども、こちらもとにかくノンカフェインのお茶としても世界中で飲まれてますよね。でこのノンカフェイン のルイボスティーをこの焙煎されたごぼう茶とブレンドすることで、ちょっとルイボスティーの 100% はちょっと酸味があって酸っぱいんですよね。でそれをやっぱりこのごぼう茶とブレンドすることで酸味が抑えられてマイルドになって、すんごくこちらですね、飲みやすくなってます。ですからルイボスティーの単体、またはごぼう茶の単体が苦手な方っていうのは、これをブレンドしてもらったこのお茶を飲まれることで、とにかく飲みやすくなりますし、痩せ効果ももうアップするわけですから、ぜひ一度飲んでみてくださいね。すごく飲みやすくておすすめです。でこちらはですね、美味しい召し上がり方っていうことで、まあ、カップでそのまま出す場合と煮出す場合とそれぞれあるんですけれども、そのカップでですね、3分間あの煮出した場、まあ、出した場合はこちらのエネルギーなんとゼロなんですよね。カロリーゼロ、しかも脂質もゼロになりますから、本当にあのダイエット茶だなって思うんですよね。でしかも飲みやすい。でまたもう私がですね、とにかく痩せるためにおすすめしているお茶の飲み方っていうのは、ホットで飲んでくださいなんですね。これを例えば作って冷蔵庫に冷やして、その後氷入れてこうキンキン冷えたものをグビグビとか飲まれてしまうと太ります。なぜかというと、腸がですね、もう一気に冷えてしまって代謝がガクンって落ちるんですよね。ですから日頃から、まあ、どんなお茶飲み物でもそうなんですけれども、痩せたいと、健康的で痩せたい、目標の体重になるんだって目標がある方は、冷たい飲み物また食べ物は NG です。あとお体を冷やすもの、例えば生ものとかお刺身とか南国系のフルーツとか白い精製された食品とか、まあ、白米とかパンとかパスタとかうどんとかですね、あとはちょっと白っぽいものっていうのは牛乳とか、
っぱり冷えちゃうので取りすぎは NG なんですね。そういったことも気をつけながらこういった痩せるお茶を置き換えていかれると良いと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は飲むだけで脂肪燃焼効果がアップしてデトックスして結果健康的に痩せることができるお茶をあなたにご案内しております。ぜひできるところから一つずつ置き換えられると良いと思います。お役に立てたらとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。